はい、こんにちは。バタローです。今回はですね、先日、フランス一部リーグ、スタッド・ランスへの移籍が決まりました、中村敬斗選手についてお話しさせていただきたいと思います。はい。で、なぜ中村選手を今回取り上げるのかと言いますと、私、バタローとですね、中高、同じチームでプレーしていたからなんですね。はい。で、そうですね。まあ、年齢で言うと、僕の2個下なんで、まあ、直接的な関わり合いっていうのは、まあ、ユース時代の1年間なんですけども、今回はですね、その中村選手が当時、どんなプレイヤーだったのかとか、まあ、中村選手とのこう、エピソードなんか、をお話しできたらなと思います。はい。でね、正直、こういう話をしていくのは、あんまり話したくないというか、なぜかというと、こういう今、すごい日本代表にも入って、まあ、今後もう日本の中心になっていく、こう中村選手と、同じチームだったみたいに、こう話すと、なんかあるじゃないですか。そんなすごい選手と一緒のチームでプレーしていた、サッカーをしていた、俺すごいだろう自慢になりそうなんで、話しづらいっていうのはあるんですけど、まあまあ僕はね、そんな中村選手とたまたま同じチームだっただけで、天と地の差だったんで、僕もこう YouTuber の端くれ、ネタがあれば、どんどんこう話していくっていうのがありますから、はい、そこら辺の方、ご了承ください。早速、話していきたいんですけど、まずはですね、中村選手の、こう、今までの経歴、どういうチームでプレーしていたのかっていうのを、ちょっとね、見ていきたいなと思います。まず、小学生はですね、柏レイソルのジュニアに行って、中学校に上がって、僕も所属していた三菱洋和の巣鴨ジュニアユースというところに、はい、所属しまして、3年間プレーすると。はい。で、そこから、そのまま、三菱洋和のユースに上がりまして、まあ、多分中村選手の実力ですから、まあ、僕自身ね、こう、巣鴨のジュニアユースに中村選手が入ってから、なんかすっごいプレイヤーがいるぞっていうのは、まあ、噂には聞いていたんで、多分ね、こう中学時代もむちゃくちゃすごい選手で、そこから J リーグのクラブとか呼ばれたと思うんですけど、まあ、要は愛があったのか、三菱要はユースに進むっていう選択を選んで、まあ、結果的にね、中村選手ぐらいの実力を持っていれば、逆にね、どっかの J ユースに行って、 J ユース進むとそのチームしか行けないじゃないですか、プロに。はい。でも逆にこういうクラブチームとかに行くことによって、いろんな選択を取れるじゃないですか。他の J のチーム行ってもいいですし、自分がこう選べるっていう、はい。まあそういったのもあったのかなって思ったり、しました。高校3年生でですね、もうガンバ大阪、2018年からこうガンバ大阪に、入るっていうことで、で、まあだからあれですよね、高校3年生の時にはもうガンバでプレイすることになるっていう、すごいですよね。高校生ながらプロの門を叩くということで、2019年、ガンバに入ってから1年経って、2019年にはもう期限付き移籍で、こう、トゥエンテ、行って、で、こう2019年から21年で、こうそのオランダのトゥエンテで、ベルギーのシント・トロイデンで、あとは、オーストリア2部の FC ジュニアズっていうところ、ここの3チーム期限付き移籍で、はい、それで2021年から2023年まで、こちらが、オーストリア1部の、LASK リンツ、ラスク・リンツということで、お菓子のラスクはこれと関係あるんでしょうか？わかりません。はい。で、プレイして、今シーズンからフランス1部のスタッド・ランスへ、移籍が決まったと。で、そこのスタッド・ランスなんですけど、日本人選手、伊東純也選手もそのチームに所属しているんですよね。つい最近試合、開幕戦あって、で、伊藤純也選手はスタメンで出て、で、中村敬斗選手は途中からね、出場するということで、伊藤純也選手が右サイドで、中村選手はこう左サイドでプレーしてね、フランス一部のこうチームに日本人選手が両ウィングで出るっていうのはね、日本強くなったなーっていうのは、はい、感じました。で、その試合でなんかはね、中村選手途中から出場して、やっぱり、ね、インパクト残してましたね。1個ね、惜しかったんですよ。伊藤純也選手からね、こうパス来て、それをですね、もうえげつないトラップ、もう完璧なトラップして、もう相手の前に入って抜け出したんですけど、最後はちょっと止められちゃったんですけど、早速ね、開幕戦というかね、初出場からね、もう得点の匂いを感じる活躍でした。はい。まあね、伊藤純也選手もね、マルセイユ相手ですよ。フランスですごい強い。マルセイユ相手に、えげつないゴラッソを決めていましてね、そこら辺もすごいなと思ったんですけど、今後、お二人の活躍、すごい楽しみです。はい。でですね、今年、2023年の
3月ですね、キリンチャレンジカップ日本代表メンバーに、ね、選出されて、6月にあったキリンチャレンジカップで代表初得点ということで、すごいっすよね。今後の本当に日本代表を背負っていく選手なんじゃないかなっていうふうには、まあ、思ってるんですけども、中村選手取り上げるってなってから中村選手のこうプレー集をねちょっと見たんですけど、結構ねこう左サイドでプレーしてることが多かったですね。僕のイメージだともうフォワードのイメージだったんですけど、左サイドで大体プレーしていて、左サイドでドリブルで仕掛けながらカットインしてこう巻いたシュートとか、逆にドリブルで持ち運んでファー打つと見せかけてこう股下打って左のニアに打ち込むみたいなこともやってたりして、フォワードっていうよりは今はもう本当代表戦でも確か左サイドでプレーしてましたっけ。はい、なんで左を主にやってて、まあ、フォワードもできるみたいな感じなんですかね。はい、ということで中村選手のプレー面は今説明したんですけど、まあ人間性の部分ですね。人間性の部分で言うと、まあ、僕もそんなに関わってたわけじゃないんですけど、まあ見た目もさめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。すっごいクールでさ、なんかスラーって背も高くてさ、まあ、口数は多分ねあんまり多くはない方だとは思うんですけど、内なる闘志を感じるというか、三笘選手もこう見た目クールな感じですけど、内なるこうなんか負けん気とか闘争心感じるじゃないですか。なんかそういう同じような感じ、スラーっとしてて、イケメンで、そんな感じなんじゃないかなと、はい、思います。じゃあ、ここからはですね、じゃあ実際に僕が、三菱ヨーバっていう、ユースチームですね。で、中村選手と一緒にちょっとやってたんですけど、そこでのなんかエピソードみたいなのをお話ししていきたいなと思います。はい。そうですね。まあ、中村選手と、のエピソード。2個も学年離れてます、離れてますから、仲いいとかそういう感じじゃないんですけど、まあ、エピソードで言うと、僕たち、練習がですね、夜からなんですよね。夜からやるんですけど、僕は結構もうサッカーボール蹴りたい人だったんで、学校の授業終わったらもうすぐグラウンド行って、グラウンドではその空いてるわけじゃないんですよ。まあ、スクールをやってるんで、ほとんど空いてないんですけど、そこの隅あたりでこうボール蹴りたいなと思って、学校終わったらすぐ自主練でこうボール蹴りに行ってたんですよね。で、そこで、中村選手もこう割とこう早く来てて、大ゴールの前がたまに開く時があるんですよ。なんで、その時にシュート練習打てるんですけど、そこでね、一緒にちょっとシュート打ったり、狭いスペースでちょっと何人かあと一緒に1対1やったりみたいなことをしてたような思い出があります。はい。まあね、その時に思ったんですけど、やっぱね、中村選手ね、質が違います。はい。まあね、まあこのレベルまで行くっていうことは、高校時代バケモンに決まってるじゃないですか。僕なんかのね、もう一般人なんかと比べたら、もうなんかね、質が違うんですよ。その、まあね、特にやっぱこれレベチだなって思ったのがやっぱシュートですね。はい。本当にね、とにかく速い。僕も結構シュート、まあね、体も割とでかいですから、左足だったら結構速いシュート打てる自信はあるんですけど、僕の左足より、中村選手の左足の方がシュート速いです。はい。逆足に負けるっていうね、この芯を捉えるのがすっごい上手くて、やっぱね、それを左右両端ともにパンチあるシュートを打てるっていうイメージですね。で、なんか、シュート上手い選手とかシュート速い選手って結構いるじゃないですか。まあ、僕もそれ今まで見てきたんですけど、縦から入ってインステップでボン、ズドンみたいなのって、割となんかやっぱシュート上手い選手だったらできるじゃないですか。もちろん中村選手、それを両足でできるのはすごいんですよ、一個。だけど、なんか横からこう入ったり、ボールちょっと足元入りすぎて体勢悪い状態からでもめちゃくちゃ速いシュート打てるんですよ。それがなんかすごいなって思って、普通にインフロントとかで蹴るような横からのシュートなんですけど、これ必ず縦回転かかってるんですよね。これね、サッカーなんかやったことある人だったらわかるんですけど、この縦回転蹴るとめっちゃむずいじゃないですか。それをこう横から入りながらの縦回転ですよ。縦から入りながらのこうなんかインサイドで上げたような縦回転でたまに蹴れる人いるんですけど、横から入ってカーブを蹴る感じでこう縦に蹴るっていう、そうですね。だから、まあ、縦回転の時もあるし、こう、斜め前回転みたいな、時もあるんですけど、それによってね、やっぱ、なんか、スピードが全然違うんですよね。普通のこう、横回転じゃなくて、こう、縦にかかってるんで、その分、こう、スピードが速くて、こう、ちょっと落ちるイメージですね。なんか、それが、その印象が僕、すっごい残ってて、僕もね、そこで、中村選手みたいなシュートを打ちたいなと思って、なんか練習した覚えありますね。でも、全然ね、打てなかった。内転筋が違うのかな。
このこう擦り上げるこの内転筋の強さあるのかな、はい、って感じですね。でまあシュートはもちろんちょっと質違うなっていうのがあったんですけど、まあ、ドリブルもねめちゃくちゃうまいんですよね、うん、1対1何回かしましたけどもう余裕で抜かれます。なんかね、ほんと独特のリズムというかダンスしてるっていうんですかね、この体もすっごいこう柔軟性があってリズムの変化をつけて、なんか直前で足首だけでちょってこうかわしたりだとか、そうですね、本当にねタッチも滑らかね、どっちに行くか分かんない。でこれ多少無理な体勢でも、僕だったら硬くてこう逆に行けないところでも、この体勢からでもちょっとこう上半身柔らかかったり股関節柔らかかったりしてぐにょってこう方向転換できたりっていう、なんかそこら辺めっちゃすごいなって思ってた印象がありますね。はい、ちょっとマニアックすぎますかね。うん、そうですね。はい、そんな感じで、まあシュートと本当ドリブルがすごい上手かったなっていう印象がありますね。まあ人間性っていうところなんですかね。やっぱりここまでトッププレイヤーになるって、まあ才能とプラスやっぱ努力っていうところがあると思うんですけど、これ、ね、中村選手ね、なんていうんですかね、この成長する意欲みたいなのがやっぱすごかった印象ありますね。常にこう、上手くなろうとしてた印象がありますね。高校時代なんかちょっとスラーっとしてて結構細身だったんですけど、今は多分こう海外仕様で、肉体改造もしていて、この柔軟性とか柔の部分に加えて、もう海外で当たり負けないためのパワーみたいなところも、こう今兼ね備えているんで、もう僕が今想像できない多分レベルになってるんじゃないかなと思いますね。やっぱあれかな、なんかね中村選手の移籍決まった時のさ、こう代理人がさなんか偽だったみたいなあったじゃないですか、はい、中村選手こうやってユニフォーム持ってるところで代理人のすっごい美人なさ外人のお姉さんがさ一緒にこうユニ持ってる写真こう出回ってたんですけど、これ結局これ全部合成されたもので、そこの代理人の美人なお姉さんが多分自分で、画像加工して合成して作り上げたものだったんですけど、はい、そんなのありましたよね。そうですよね。そこは美人のお姉さんですよね。はい。まあ、そんなことはありつつ、はい、今後ですね、まあ、中村選手、今フランスの一部で、移籍してやってますけどもね、はい。まあ、大活躍すると思います。はい、本当にね、いつかね、会えたら嬉しいな。もう僕なんか忘れられてるかもしれないですけど。まあね、いつか僕もこのチャンネルもっともっと大きくしてね、中村選手なんかとね、こう対談したりとか、できたらすっごいおもろいんじゃないかなと思ってます。はい。そんな感じで、今回は中村敬斗選手についてお話しさせていただきました。はい。本当にね、ケイト君がこれ見てるか分かんないんですけど、頑張ってくださいっていう一言につきます。はい。僕もね、ケイト君の頑張りを見てね、頑張っていきたいと思います。はい。それでは、今回はこれにて終わらせていただきます。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。バイバイ。